はい、どうも皆さん、こんにちは、のしです。今回は、マックス・ザ・カース・オブ・ブラザーフットの前回の続きからやっていきたいと思います。前回はね、フェリックス、弟のフェリックスが、あっぶね、ちょっと話しながらやるもんじゃねえか。弟のフェリックスがさ、悪い魔王みたいなやつに捕まっちゃってさ、魔王がさ、弟をさ、ゲージに閉じ込めて、そのゲージごと地下の方にさ、落とし込んでいったっていうところで終わりましたよね。で、マックスはその、さらに地下の方に行ったのかな？ちょっと位置関係がよくわからないけど、まあまあやっていけばそのうち弟のフェリックス君にお会いできるんじゃないかなと。おい、チョース！無理だからこれ、もう、どうなっちゃってんのこれ。ちょっと、わからない。わかったわかった、これ左にこのまま、待ってればいいんじゃないの。あ、すごい。あ、いけたいけたいけた、ちょっと待て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 よ。まあ、逆らうな。逆らわないでこのまま行っちゃおう。そうそうそう。ここだけでジャンプ。ここもジャンプしないとダメだ。逆らわなきゃダメ。もう、自然の流れには任せてられない。やべ。はい、の、はい、捕まれ。オッケー。こんな感じだね。スローモーションが入ると、特別なね、回避行動ができる。まあ、特別ってわけじゃないんだけどね。すぐにツタとかを出せば、間に合うというような感じですね。お、早い。もう3の2だ。全部でチャプターいくつあるのかな？はい、チャプター3の2来ましたけども。Well done, well done ということでね。おばあちゃんから、魔法使いのおばあちゃんから褒められましたけども、なんかいいことありそう。これは地下の世界に住んでいる昆虫なのかな？ちょっと待って。あー、それはずるい。ちょっと待ってよ。こう行くでしょ？これ襲ってこようとしてるよね、明らかに。あ、ちょっと待って待って待って、すごい。これ切る。あいつが来るのがめんどくせえやつだな。違うか。ちょっと待てよ。これだとどうなんだろう。あ、いけるかも。あっはっはっは。もったいねー。まずこれを出す。で、こうやって、これで結構防げるはずなんだけどね。こうするでしょ。いや、来るな来るな、もう。何ですか。金色の蝶々、非常に毒々しいね。こうやるでしょ。ちょっとこれが何なんだっていう話だよね。こうやって。これ結構強引だけど、これでいけるかな？そしてここ切るでしょ？直近って。あ、いい感じ。もう来れないでしょ、あいつら。そしたらもうこのままいけるんじゃないですか？ OK。作戦勝ちですね。じゃあ続いていってみましょう。まあ、後戻りはできないというね、ことなんでしょうけども。あ、やべえ。やつじゃねえすか。捕まりそう。大丈夫かな？あぶねえ。何見てんだよ。ここに隠れてる？いや、何のためのこれ、鶴？
危険だね。とても息が臭そうだ。おめえ、何やってんだ。手伸ばしてきて、ひょいっと口の中、あっ行っちゃいけないってことだよ。わかったよ。もう難しそうだね。あのカタツムリみたいのがいるよ。ステージのね、確かチャプター1か。チャプター1にいたよね。こいつがずっと後ろにいるから、とりあえずは、この先に行くしかないとは思うけど、どこ行けばいいのかな。ちょっと出口が見当たんないよね。あ、これもしかしたらこれあれじゃない？こうやって伸ばして。いや、違うな。あぶね。これ関係ないか。これはなんだ？あ、わかっちゃったよ。なんとなくね、ここのモンスターね、に行くのが、まあ、最終目標なんだよね。それで、ここの先がさ、行き先のとなるような洞窟がないじゃないですか。ということは、こいつを使って、おそらくは左側のモンスターを、おそらく退けるですね。交代させるというような内容じゃないかと思うんだけど、どうやってあそこまで上げるかだよね。よいしょ。あ、違うか。お、ちょっと待って。あ、バカよ、どうすんだ。こうやるでしょ。それで、まずはこのカタツミさんを右側に持ってくる。こう落としてくる。これね。そうするとカタツミさんが、そう登ってきてくれるはずなんだよ。ねえ、オーライって感じで、ここ切っとく。ね。で、続いてこれをこう、やって。こうだね。こうしてあげると、はい、上がってくるわけですね。で、で、次はこれね。こうしてあげると。で、あ、やっと意味わかりましたよ。この筒はね、こいつが来る敵用の、あれですね、避けるための筒だったんですね。ほら、ビンゴですね。うまくやりましたよ。で、あのカタツムリさんは本当ありがたいね。自然のものをうまく利用しましたね。よし。で、この先はどんなところかな。ちょっと難しいところと簡単なところのさ、この温度差っていうのかな、それがすごいよね、このゲーム。じゃあこのまま行こう。ちょっと薄暗いね、ステージが続くんだけども。なんだなんだなんだ、あいつ復讐に来たんじゃないか。あ、あいつも滑ってきてる。ちょっと待って。ちょい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 。あっぶね。サーフィン気分ですね、随分と。ちょっと待って。まずここ。なんだよ、ノリノリでやらせてくれたんじゃないのか。あ、早くだめ。ごめん。これ、ここ進みましょうか。あぶね。滑り台のようなところをぐいぐいと進んでいく。ジャンプしていく。ここ上げる。ここも上げる。ジャンプする。ここもジャンプ。ここだね。ここだね。ジャンプしていく。ここだね。ああ、追いつかれそうだよ。めっちゃ怖いよ。あぶね。まだまだ来るの。あ、まだ来るんすか。いけいけ、どんどんいけ。あぶね。これ反射神経めちゃくちゃ使うぞ。ねえ、次から次へといろんな障害物来るよ。伸ばせ。これか。オッケー。あ、ぶつかった。ちょい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 。ねえ、上に上がっていけばいいのかな。怖い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 。こっち飛んでくるか、あいつ。ノノノノ、時間の猶予はそんなにないぞ。上がってく、上がってく。急げ急げ急げ。よし、間に合ったかな。いける気がする。 OK。 じゃん。ちょっと待ってよ、どうするんだ。あ、こうか。まだ続くのか。どこまで続くんですか、この坂道。あぶれ。え、どこ行った。あ、下行った。木の幹の中に入っている。あ、危ね。ちょっと待って、まだ終わってない。諦めちゃそこで試合終了。 OK。 次は、次どうするの。
何この意地悪仕様、めっちゃむずいんだけど。死にゲームいいとこだよこれ。次は、ちょっと待って、ここはここだ。間に合うか、間に合ってくれ。 OK、 届くか、 OK、 行った、ジャンプ。ちょっと待って、これか、お願い捕まって、これでいける。 OK、 やったよ、あのモンスターの溺れさせてやったぜ。These are the wetlands mats. Once they were fields. Then Mustachio cursed the sky. So, this is gonna be wet? You are close to the sacred pool. Here your weapon will receive the most powerful gift yet. ああ、なるほど。チャプター4まで来てようやく分かったことが一つね。ラスボスの名前がマスタッチョっていう名前でしたね。あの、口ひげがね、生えてるボスでしたけども。あ、ここは上に上がる系だな。なんかこういうゲームあるよね、よくね。セイクリッドウォーター、ゴーオン。セイクリッドウォーター。あ、神聖な水がなんかあるみたいだよ。あ、僕の武器が、僕の武器が吸い込まれていっちゃったよ。お、これなんだ？え、これ入っていいのかな？入るよ。お、すげえ。お、お、お、お。すげえぞ、これ。水のドラゴン見たくなってるよ。勝手に今、すごい、マリメみたいに、自動な感じです。どんどんいけたよ。あ、危ねえ。なんだこれ。え、吸い込まれた。へえ、すごいよ。一気に、なんか、どこに入ったんだ、これは。あの、遺跡みたいなところに、吸い込まれるようにして入ってきましたよ。お、あそこにあるのはまさか、新しい武器かな？ぽくないですか？はい、新しいウェポンゲットでございますよ。今回のやつはこれだね。水の力をね、今回扱えるようになったということですね。ちょっとやってみましょうか。乗るといいね、気持ちいいね。こんな武器が私も欲しい。ちょっとね、こういうね、水の流れに入って行けるとこまで行きたいじゃないですか。こんな感じでか？うまく利用すれば？お、おー、すごいよ、これ。ちょっとした、ジャンプ台みたいな感じだよね。あ、めっちゃ楽しいよ、今回の新しいウェポン。ノリノリになってきたよ。こうでしょ、きっと。あははは、ノリノリになって、落ちてしまったな。これは絶対間違いない、こうだよ。そして、これ、こうだろう。巻き込むような感じで左側に行ってあげればいいんじゃない？ほれ、行った。どこまでも行けちゃう感じだよ。あの、水をどんどんつなげれば。これか、こう行って、なんか違う、これは、あ、違うか。ちょっと待って、あの右下怪しい、ここ怪しいですよね。なんか土、石ブロックみたいのがあるので、ちょっとこれ引っ張ってみよう。この辺に持ってくればいいはずなんで、持ち上げる。こうでしょ？で、こいつで吹き飛ばすみたいな感じか？来た来た来た。もうちょっと、もうちょっとパワー足りないかな？イエスって言ってくれたよ。ちょっと待って、こうやって押して、はい。で、できるんですね。足場ができて先進めると。これは正解はどっち？ここ行くのかな、この辺り。で、ここで、こんな感じかな。行ってみようか。ほら、行けた。ビンゴ。あ、やべ。ちょっと待って。ここを出して、行け！おー、すごい。どこまでも行けるよ。
この遺跡から出るのか、おっと難しそうなとこ来たよ。この遺跡から出るのが目標なのかな。これなんだ。ここになんかめっちゃ変な虫みたいのいるんだけど、危なそうなやつじゃないですかこれ。ちょっと待ってよ、多分正解はここですよね。ここに上げていかないといけないと。でこんな感じかな。ここで上に上がって右側にこう行って左側行って右に行くみたいな、どうでしょうか。あ、待てよ、こうか、上に上がる、あい。ここに、すいません、こっち側にも虫おったね。左側にも虫いるから、虫に当たらないところに、あ、これダメだね、絶対食われるね。こういう感じでグイッとこうね、V 字回復させて、で、ここは上に上がると。で、ここが右上に上がると。これでどうでしょうかね。完璧な設計図じゃないですか。いきます。あ、届かん。なんか違うな。結構これ、シビアじゃないかな。お、行ったよ。ナイス設計図だよ。じゃあ続いて、ここはもうもう満体な。あれ？あ、わかったよ、僕。これじゃない？これで掴めれば、激アツだ。あ、掴んだ。して、多分、これで押してもらうみたいな感じかな。うわわわ、すごい。うわわわ、すごい、荒ぶってる。オッケー。荒ぶりパワーで渡れましたね。続きまして、上行くのかな？多分上でいいんでしょう。よし、行けるでしょう。上に行きましょう。やった、戻ってこれました。はい、というわけでね、今回はね、ここまでにしたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See you!